ここを通る人はカバンの中身チェックをします。やだ、はい、カバンの中身チェックをしたら通れません。税関です。チャンネル名とお名前をお願いします。ムービーサラカのサラカです。まず1個目、サラカちゃんのカバンの中身は、お財布、財布と、キャラメルと、キャラメルと、かわいい、ハンカチと、ハンカチと、プリちゃんのスタンプラリーのやつと、はい、あとバッジと、あと名刺と、そんなに入ってるの？すごい、結構入ってる。あとカメラ、あと、もう串とか、いろんな、あ、女子力高いね。うん、高くないでしょ。あとね、このま、ここに、これも何それ？ハンドクリームと目薬と、こちらも女子力が高めですね。ただ自分のね、ポーチの中に入ってるの。ありがとうございました。よし、じゃあチャンネル名とお名前を。みかんチャンネルのあーちゃんです。はい、じゃあカバンの中身をお願いします。お菓子ですね。お菓子の皮ですね。はい。あと、ジュース。お菓子とジュースと、じゃあハンカチと、ハンカチとスライムとヘアボール。おー、いいじゃないですか。かわいいですね。ありがとうございました。レノンちゃんのバッグの中身気になるから。じゃあ次はレノンちゃんですかね。よろしくお願いします。まずチャンネル名とお名前を。ジェネラル TV のレノンです。今日よろしくお願いします。カバンの中めっちゃ入ってるから。めっちゃ入ってる。クロカちゃんにもらったキャラメルとパパから書いてるとうなとうなと超いっぱい入ってる。入ってそうだね。つなぎとつなぎが入ってる。つなぎと T シャツとつなぎとあとスライムとスライムみんな持ってる。財布2個。財布2個ですか？財布筆箱を財布にして。あー、なるほど。本当はお揃いのお財布だ。ポーチの中には？ポーチの中にはなんか肌白くする。女子力高いですね。そうです。あとこれ、あの 汗かきなので、これ、はい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 。とあとティッシュが 2つ、ハンカチ1つ、絆創膏、ヘアピン5本です。はい、以上。じゃあ、さやちゃんは手ぶらということで、じゃあチャンネル名と、チャンネル名とお名前をお願いします。さやチャンネルのさやです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さやちゃん、本当あれでしょ、異次元ポケット持ってるでしょ。ドラえもん。なかった。ありがとうございました。面白かったですね、皆さんのカバンの中は。次回のターゲットはあなただ。バイバーイ。